エトルリア、エトルリアは、紀元前8世紀から、紀元前1世紀頃に、イタリア半島中部にあった、都市国家軍。ギリシア語ではテュレーニア。各都市国家は、宗教、言語などの面で共通点があり、統一国家を形成することはなかったものの、十二、都市連盟と呼ばれる、緩やかな連合を形成し、祭祀、軍事で協力することもあった。 古代ギリシアとは異なる独自の文化を持っていた。当時としては高い建築技術を持ち、その技術は都市国家ローマの建設にも生かされた。王政ローマの七人の王の最後の三人はエトルリア系である。鉄を輸出し、古代ギリシアの国家と貿易を行っていた。夫婦と思われる男女の横たわる石像が残っており、男女平等の考えを持つ稀な民族だった。 ヘロドトスによれば、エトルリア人は小アジアのリュデアからこの地にやってきたと言う。一方、ハリカルナッソスのディオニュシオスは、エトルリア人はイタリア古来の民族だと述べている。現在の調査では、正式には、エトルリア人がコアジアの羊であることに直結するような証拠はない。しかしながら、ある調査では、エーゲ海のレムノス島では、紀元前六世紀まで、 インドヨーロッパ語はない民族が居住していた跡が見られ、その民族の言語がエトルリア人と似ていることが指摘されている。また、エトルリア人は海を往来する民族でもあり、古代地中海世界の至るところで、その存在が記録されている。一説には古代エジプト第20王朝の記録にある、海の民はエトルリア人ではなかったとも言われている。 エトルリア人についての伝送する最古の記述は、ヘイシオドスの表した、浸透器の中にある。そこでは、エトルリア人は、ティレニア界の輝けるすべての民として、イタリアにおけるヒギリシア民を含む意味合いで、言及されている。ヘイシオドスの著作は、紀元前7世紀初め頃に記されたが、この時期、紀元前690年から680年の、最も古いエトルリアの碑文に、 すでにアルファベットの使用が認められ、これはエトルリア商人が商業地であるクマ、現在のナポリ近郊でギリシア人との交易から少なくともこれより70年前に学んだものであることは確実ある。エトルリアは紀元前10世紀頃から花開いたビラノーバ文明に橋を発する。可能性としてすでにこの半島の各地にそれぞれ異なる。 文化圏の形成があったと考えられ、これがカノビラのーバ文明に他ならない。紀元前4世紀、ローマの勢力が強くなると、終焉の都市から順に少しずつローマに併合され、最終的には完全にローマに同化した。紀元前87年ユリウスポーで、エトルリア人もローマ市民権を得ている。エトルリアの名前は、近世イタリアのエトルリア王国や現代イタリアの トスカーナ州、エトルリア人の土地の意、ティレニア海、エトルリア人の海の意として残っている。エトルリア人は独自のエトルリア語を使っていた。エトルリア語はアルファベットで記述されているので、文字を読むことはできるが、意味はすべては解読されていない。エトルリア人は、インドヨーロッパ語に関連する言語は話していなかったと考えられている。最近の研究では、エトルリア社会では、 エトルリア語とフェニキア語の二言語が日常的に使われていた子が分かっているが未だ解明からはほど遠い。ビンラノビアーノという名は1850年に考古学愛好家であるジョバンニ・ゴッザィーニ伯爵が非常に変わった特徴を持つ共同墓地を発見したボローニャ郊外の小さな町ビノーバ現在のカステナーゾの一地区に由来する。埋葬の特徴というのは 塩水を二つ合わせた形の骨壺、死者の遺品を収めるで、腕形の蓋を持ち、大きな石のプレートで囲まれた空間に置かれていた。研究者たちは、この文化の準備期間にあたるものが青銅器時代末期、紀元前12から10世紀のマントは、ウンブリア、トスカーナ、カンパーニア、シチリア、リーパリ島に見られるとしている。ここにはすでに、 後のビレッタノーバ文化で導入されるすべての要素の前触れがある。それらは南イタリアの国々では早くに現れたギリシア植民都市建設、紀元前八世紀の影響のためにそれ以上発展することはなかった。頻繁に見られる要素の一つとして、異界、仮想を収めるための骨壺がある。多くのタイプがあり、精密な装飾が施されたものも多い。直線や分割、 国印、幾何学的模様によって、芸術的効果が加えられたが、使われた粘土は粗いものだった。兵士の埋葬の場合は、塩水を二つ合わせた形の骨壺に、銅製の兜で蓋がされた。この習慣が伝わったラツヨでは、異界を両円水型の壺ではなく、羊飼いの小屋の形を下壺に収めることがあった。イタリア半島では、地方文化が生まれ、発展し、 それはしばしばその土地の自然と結びついていた。マルケ北部、アブルッツォ、ラツヨ北部、イルピニア、サンニオ、カラブリアでは遊牧生活が続けられ、一方トスカーナとトスカーナの列島には、地中海東部から鉄を求める航海者たちがやってきた。鉄は、当時、貴重な金属の一つだった。青銅の使用も続いたが、それまでのように一般用ではなく、 小さな装飾品や放納用の肖像、宗教用具に使われた。地方ごとの違いは大きかったが、この時代には公共生活と、そして何らかの形でのイタリア各地の集落間の連携の必要性が感じられ、共同墓地を持つ初期の都市型の集落が形成され始めた。共同墓地は実際に古代に定住があったことを証明している。海の近く、 海岸から数キロメートルのところに集落を形成する一般の傾向に反して隔離された住むのに適さない変わった内陸の環境に今日定めているように見て取れる唯一のエトルリア海洋都市はおそらくポプロニアであり他は広廃地に位置をとっているがこれは海賊の来襲を恐れたためであるすなわちクレタ人やミケーネ人に代わって 何者かが鉄を求めてこの資源豊かな、エトルリアの土地、イタリア沿岸を訪れていたことがわかる。とにかく、ポプロニアのように海に面した、それもエルバ島の正面という場所柄には、理由がある。ここはおそらく、ビルッダのおばきの銅、銀製品の主要石出港であり、後に、エトルリア機に入って、鉄の港となったのである。研究者たちが偽アリストテレスと呼ぶ。 古代の無名著作家は、ポプロニアでは銅を算出したと記しており、実際に銅くや加工工場の跡が見られる。後に、ポプロニアは、エルバ島産の鉄の加工で非常に重要な地となった。港の内部、現在のバラッティ湾には二つの集落と、サンチェルボーネとポッジョデル・レグラナテという二つの異なるネクロポリスがある。そこには仮想用井戸型バカと、 その後の時代の方形母がある。これらの墳墓と石室墳墓で副葬品は同じである。ビル・ダノーバ人は鉱物や建築資材を掘り出すために多くの時間を費やしたことがわかる。トスカーナとラツヨで採掘跡が見つかっている。鉱物を含む丘とその一帯では銅、銀を含む鉛。鈴石がチェチナ渓谷では銅、鉛、銀、では水銀を含む岩があり。 では、鉄鉱石、鉛、亜鉛、水銀、エルバ島では、鉄、ラツヨ北部では、火山制業海岸、砂岩、石灰岩が、北部エトルリアでは、トラバーチンとアラバスターが産出した。最近の研究では、最も古いエトルリアのビルダノーバ人は、三つの大きな、定住地に集中していたとされる。一つ目は、チビタベッキアとの間のトルファ山地を含む、地域。 二つ目は、ブルチの考古学ゾーンとボルセーナ湖の東、ラモネの森の間の渓谷中腹。三つ目は、ラディコーファニ、旧児、チッタデンラピエイベの間のチェトーナ、周辺丘陵地帯である。おそらく三つの定住地は、自給自足の独立した経済と、港から積み出す鉱物の加工、採掘をもとに関係を持っていた。その他の重要な活動としては、農業があった。 ビルッラノーバ人は、その最盛期には、エミリアイコールロマーニャから、南イタリアにも及ぶ非常に広範な地域に、広がっていた。青銅器時代末期を通して、南下を続け、中央イタリアの背骨、山岳地帯に集中した、アペニン山脈文化圏の民族直系の子孫である、可能性がある。牧羊を制御とする人々で、このための地のエトルリア人につながる、ビルラノーバ人は、 大地と動物への愛着を持つようになった。このように独自の性格を持ち、地域に固有な伝統と結びついて発展した古代のイタリア各地の文明と解されているが、少し時代が下がると海上交易と金属加工でとりわけ東方との貿易、物流の扉を開くことになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。